高木です。大木です。お願いします。ちょっと静かに喋るよ。はい、テレビ局だから、はい、ちょっと音声取られるから、ね、いやー怖いですね、うん、今日は解説できました。おアメバ TV すごいね、はい、どういう打ち合わせをするか、どういう放送になってるか、裏側をちょっと見せていきたい。いやこれは興味ありますね。ありますね。まあまあそういうことでよろしくお願いします。呼びかけてから15秒ぐらい反応にディレイがあるんですよ。もうそんなにコメントが。なので、まあ、コメント問いかけだけしてちょっとお話し続けていただいて、で選手名が15秒後ぐらいのパソコンとかって来始めるので、そこで初めて触れられるかなっていう、ちょっとディレイがあるので、今度3回裏終わりは、はい、まあ、ここはちょっと休憩と思っていただきたいんですけども、うん、現地のリポートの結果が出ますので、はいはい、まあ背番号何番が多いかって、はい、何日そういう来てる選手が多かったですねとか、まあ、はい、そういうのが、まあ、すごいでしょうね。今日はなんか髪型似てますもんね。あ、間違いないように正解する。視聴者の間違いない。僕もフラワーなんですよ。なんか坊主で髪型ない。まあ、そんなところで、はい、はい、大丈夫ですか。はい、はい、この後40分に20分後ぐらいですね、入っていただいて、ちょっとリハーサル頭をさせていただきます。もう少々お待ちください。ここはつけられます？いや、どういう携帯で進んでいくかわかんない、まあ、いつもだったら僕つけるんですけど、はいはい、さあこう、視聴者からですね、どん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 来るんですよ。全然見えないです。メガネ。まずいっすね。いやいや、メガネかけます。いや、すごい画期的ですね。ほら、そっちから撮って。いきます、はい。いや、あんまり、はい、自然の撮りました。それ見てください。5、4、3。猛暑が続いていた一時期に比べますと少しずつ過ごしやすくなってまいりました横浜スタジアムです。まずは放送席ご紹介したいと思います。このアベマ TV の横浜戦初登場になります、はい、高木豊さんです。はい、まあ、少し髪型が似ている感じで私としてはホッとしてるんですが、いや、なんかテカリ抑えればよかったなと思ってね。あ、そうですね、すいません、ちょっと、メイクさんいなかったですからね。視聴者の皆さん間違いないよね、こちらが高木豊さんです。はい、メガネかけてるんですよ。メガネかけてないから、あと全然もうイケメンですもんね。メガネかけますから。さあ、そして、もう一方はこの番組2回目の登場、データスタジアムの金沢圭さんです。よろしくお願いします。お願いします。金沢さんには今回もいろんなデータを持ち寄っていただいてですね、はい、試合中にご紹介していきたいんですが、早速まず皆さんにご覧いただきたい最初のデータをご紹介したいと思います。今日の勝利確率、広島 61.8%。 どうですか、豊さん。いや、もっとするしかないですよね。これ何の根拠にこれ出したんだっちゅう話ですよ。根拠はどの辺なんですか。根拠というか、どんなデータなんですか。私が勝手に出したわけじゃないんですけども、データスタジアムで今日のスターティングメンバーを予想して、何回も同じスターティングメンバーで戦わせて、コンピューターでシミュレーションした結果、広島の方が優勢という結果です。まあまあ、でもシーズンの勝敗見ると優勢なのは分かるよね。何回もする必要なかったんじゃない。もう適当な数字でよかったのに。先発ピッチャーによって結構変わったりする。でも石原が今日先発で、相澤でやってるでしょ。おそらくそうだった。他どこ違った、はい、ちょっと一回確認しないとダメですけど、選手がいないのかなり大きいでしょ。3割バッターだからね。そうなんですよ。そこはちょっと僕試合前にサウナ行って入ってたら三島が入ってたんですよ。で、なんかこう、さて、これから場内ではヒーローインタビューが行われます。もう少し、風が、逆だったんですけど、皆さんの声援のおかげで、入ったと思います。嘘つけこの声援で入ったらもうちょっと声援噛み合ったね。その一振りがですね、なんと逆転満塁ホームランです。嬉しかったです。何ちんか。高木拓さんと金沢圭さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、番組終了しました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあまあ、解説のね、はい、舞台裏というか、ね、いろいろ今日盛りだくさんで、いやー、すごい、そうですね、すごい試合だった。いい試合だったな。めちゃくちゃいい試合でした。テンポもあったしな。はい、まあ、阿
アベマ TV さんのおかげで、いや本当ありがたいですね、本当にいろいろ協力いただいて、はい、ね、嬉しいです、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。